ではインテグラ試乗インプレッション行ってみたいと思います。平成8年式の96スペックですね。走行距離が15万、8300キロ。まあ8年式ってことを考えたら走ってない方ですけど、まあ車として考えたらまあまあ走ってますね。でこの車はですね、まあ、車高調マフラー、ホイールっていう感じで、まあ本当ごくごくライトなチューニングっていう感じですね。なんかすごい乗り心地がいいな。あ、シフトも結構しっかり入りますね。あとクラッチのつながりが非常にスムーズで、アクセルのレスポンスがすごくいいですね。15万キロ走ってますけど、なんかすごいこのレスポンス感は好きだな。なんかやれてる感はないですね。あ、ブレーキも結構しっかり止まる。ハンドルもね結構軽いんですよ。16インチかな、ワークのアルミに変わってますけどね。結構ハンドリングも軽くて、これ結構前のオーナーさんしっかりメンテナンスしてたんでしょうね。じゃないとなかなかこんな感じでフィーリングは良くないですよね。これちょっと路面が悪いんですけれども、まあ、多少の硬さはあるものの全然これぐらいだったら許容できる範囲ですね。加速がいいんですよ。エアコンもちょっとつけてみましょうか。これね、エアコンも全然効きますからね。すごい冷たいのがすぐ出てきます。もうこの96スペックのねインテグラっていうのも玉数がだいぶ少なくなってきてるんで、なかなかいい車を見つけるっていうのが難しくなってきてますよね。まあそういう中では結構これね、今乗った感じのフィーリングがすごくいいですよ。クラッチのつながり問題ない。シフトもサクサク入る。ハンドリングも軽い。サーキットとか行ったらちょっと足柔らかいかなってなっちゃう感じですね、多分ね。でもこれワインディングなんかはね、非常にちょうどいいぐらいの硬さだと思いますよ。段差とかもそのまんまガツガツ乗り越えていけそうな感じ。アクセル踏んだら、いいですね。いや、やっぱりこの年代の車は楽しいな。またねこの車を大事にメンテナンスしながら乗っててもらいたいですね。以上、インテグラの試乗インプレッションでした。